町からのお知らせの時間です。高森町の行政情報やイベント情報などを各担当課から分かりやすくご説明いたします。大切なお知らせがたくさんございますので、ぜひご覧ください。今週のお知らせはこちらです。今週の町からのお知らせ、生活環境課から7月30日から8月5日までのゴミ出し日について、新熊本県動物愛護センターの愛称募集について、会計課から8月の支払い日と窓口受付時間のお知らせ、健康推進課から検診結果説明会について、食中毒について、建設課から合併処理浄化槽設置整備事業令和5年度補助残り枠について、総務課から令和5年7月の大雨による被災に伴う罹災証明書の発行について、令和5年度高森町職員採用試験の実施について、7月25日発送回覧板について、教育委員会から高森町スポーツ協会活動報告評議委員会開催について、高森町スポーツ協会活動報告特別助成金贈呈について、阿蘇郡市文化財保護代表者会について、高森町文化財保護委員会および委嘱状交付式について、一般社団法人高スポ活動報告、高森町史編纂事業に関わる集落調査のお願い、ジョブカフェ阿蘇ブランチ出張相談会について。高森ポイントチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。生活環境課の山田です。今週のゴミ出し日についてお知らせいたします。高森式見上式見地区です。7月31日月曜日、8月3日木曜日は可燃ごみになります。8月4日金曜日は瓶缶になります。草壁競口菅山長野春下切中八津田地区です。7月31日は月曜日は可燃ごみ、8月の2日水曜日は瓶缶、8月の3日木曜日は可燃ごみの日になります。鶴野尻奥谷河原地区です。8月1日火曜日、4日、金曜日はが可燃ごみの日になります。可燃ごみは黄色の袋、瓶缶ペットボトル衣類は透明で緑文字の袋、不燃ごみは青色の袋になりますので、色も決められた袋で、収集に出していただきますようお願いいたします。ゴミは分別して決められた日に出しましょう。ゴミ出し日や分別の仕方は、ホームページや TPC データ放送でも確認できますので、よろしくお願いいたします。生活環境課からのお知らせでした。高森ポイントチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。生活環境課の山田です。本日は、2024年3月に、宇城市松葉瀬に、完成予定であります、新熊本県動物愛護センターの愛称の募集についてお知らせいたします。愛称募集の要項についてですが、まず募集内容は、新熊本県、動物愛護センターの、愛称になっております。募集期間は、2023年7月14日金曜日から、8月10日木曜日、17時までとなっております。募集の方法は、以下の、募集事項をウェブ上の、募集フォームに、入力をお願いいたします。愛称、その愛称をつけた理由、氏名、住所、年齢、電子メールのアドレス、日中連絡つく、電話番号を、お願いいたします。
選定基準といたしまして、10文字程度まで、他の施設の愛称と重複しないこと、熊本県の動物愛護活動の拠点としてふさわしいこと、下道しみやすい名称にすることでございます。表彰といたしましては、会所式典で認定証を贈呈しテープカットに参加していただきます。ほか副賞を贈呈いたしますのでよろしくお願いいたします。お問い合わせ先は新熊本県動物愛護センター愛称募集事務局になっております。電話番号は 096-285-8578 になっておりますのでよろしくお願いいたします。皆さん、ふるって応募お願いいたします。会計課より8月の支払い日と窓口受付時間のお知らせをします。町からの支払い振込については毎週木曜日に行われます。8月は3日、10日、17日、24日、31日です。還付金の支払いについては、毎週金曜日に行われます。8月は4日、10日、18日、25日です。役場会計課窓口の収納受付時間は、月曜日から金曜日の8時30分から17時15分です。役場の会長時間と同じです。以上で会計課からのお知らせを終わります。健康推進課管理栄養士の平田です。今回は住民健診結果説明会についてお話しします。健診結果説明会とは、健診結果の見方の説明や生活改善のポイントなどを保健師・栄養士から個別でお伝えするものです。対象は6月10日土曜日のセット検診を受けた方、6月14日水曜日から6月24日土曜日の住民健診を受けた方になります。結果説明会日程になります。8月7日月曜日、法有館であります。受付時間9時から9時30分、行政区は鶴1、2、9時50分から10時20分、野尻1、2、10時40分から11時、河原1、2、11時から11時30分、奥谷1、2、8月8日火曜日、場所は草壁総合センターであります。受付時間9時から9時30分、長野春、9時50分から10時20分、菅山下切、10時40分から11時、芹口草壁、11時から11時30分、中八津田。実施日、8月9日水曜日、場所高森総合センター、受付時間9時30分から9時50分、村山天神、10時10分から10時30分まで上財下町、10時50分から11時10分朝日通り、13時から13時20分冬の鶴森、13時40分から14時昭和、14時20分から14時40分上町横町。8月10日木曜日、場所は式見総合センターです。受付時間9時30分から9時50分、戸狩山鳥、10時10分から10時30分まで井上小倉原、10時50分から11時10分中園最長、13時から13時20分東中原、西中原、13時40分から14時前原、14時20分から14時40分
細川、大村、こちらで選定して検診結果が郵送された方は7月の後半から8月の最初の週に郵送されます。がん検診のみの受診で精密検査の必要がない方には郵送済みです。結果が届いていない方は結果説明会にご来場ください。また結果が届いていても検診結果の見方がわからない方もぜひご来場ください。結果説明の日程に来られない場合は健康精神科までご連絡ください。以上、健康精神科からのお知らせでした。健康推進課管理栄養士の平田です。今回は食中毒についてお話しします。食中毒とは、食中毒を起こす元となる細菌やウイルス、有害な物質がついた食べ物を食べることによって下痢や腹痛、発熱、吐き気などの症状が出る病気のことを言います。食中毒の原因によって病気の症状や食べてから病気になるまでの時間は様々です。時には命に関わることもあります。食中毒になる原因は、細菌による食中毒にかかる人が多く出るのは気温が高く細菌が育ちやすい6月から9月頃になります。ウイルスによる食中毒は冬に流行します。キノコや魚のフグなどは有害な物質を含んでいるものがあり、そういったものを間違えて食べることにより起きることもあります。食中毒を起こす細菌は土の中や水、人や動物の皮膚や腸内にも存在していて、特別な菌ではありません。そのため食品を作る途中で菌がついたり、家庭で調理したものを温かい部屋に長時間置いたままにしておくと細菌が増えます。食中毒を起こす主な細菌とウイルスの特徴についてです。サルモネラ菌、十分に加熱していない卵、肉、魚が原因になります。で、生卵、オムレツ、牛肉のたたき、レバ刺しです。乾燥に強く熱に弱いのが特徴で、症状としては食後6時間から48時間で吐き気、腹痛、下痢、発熱、頭痛などが挙げられます。黄色ブドウ球菌、加熱した後に手作業をする食べ物が原因になります。人の皮膚や鼻、口にいる菌で、傷やニキビを触った手で食べ物を触ることで菌がつきやすくなります。で、おにぎり、お弁当、巻き寿司、調理パンです。熱に強く一度毒素ができると加熱しても食中毒を防ぐことができないのが特徴で、症状としては食後30分から6時間で吐き気、腹痛などが挙げられます。腸炎ビブリオ菌、生の魚や貝などの魚介類が原因になります。例、刺身や寿司です。塩分のある場所で増える菌で、真水や熱に弱いのが特徴です。症状としては食後4時間から96時間で激しい下痢や腹痛などが挙げられます。カンピロバクター、十分に加熱されていない肉、特に鶏肉や飲料水、生野菜などが原因になります。で、十分に火が通ってない焼き鳥、十分に洗っていない野菜、井戸水や湧き水です。乾燥に弱く、十分に加熱すると予防可能であるのが特徴です。症状としては食後2日から7日で下痢、発熱、吐き気、腹痛、筋肉痛などが挙げられます。腸管出血性大腸菌、十分に加熱されていない肉、生野菜などが原因になります。で、十分に加熱されていない肉、よく洗っていない野菜、井戸水や湧き水です。十分に加熱すると予防が可能であるのが特徴です。
食後12時間から60時間で激しい腹痛、下痢、血が多く混ざった下痢などの症状が見られ、重くなると命を落とすこともあります。ノロウイルス、カキなどの二枚貝を十分に加熱しないで食べた場合や、ウイルスに汚染された水道水や井戸水などが原因になります。例、十分に加熱されていないカキ、アサリ、シジミです。85度以上で1分以上加熱すると予防が可能であるのが特徴です。症状としては食後1日から2日で吐き気、ひどい下痢、腹痛などが挙げられます。次に食中毒の予防方法についてです。食中毒の3原則、つけない、増やさない、やっつけるを活用しましょう。まずはつけないについてです。食べる前には必ずきれいに手を洗いましょう。食品を小分けにするときは清潔な箸やトングを使いましょう。食品を保存するときには密閉容器やラップを使いましょう。次に増やさないについてです。市販の弁当、惣菜などは店内での飲食に比べ調理してから飲食するまでの時間が長いため、長時間放置しないようにしましょう。持ち歩く場合は保冷バッグ、保冷剤を活用しましょう。食品購入後は早めに食べましょう。購入後すぐに食べない場合は冷蔵庫に入れましょう。次にやっつけるについてです。再加熱できる料理は中心までしっかり加熱しましょう。時間が経ちすぎたものは思い切って捨てましょう。食べきれるだけの量を買いましょう。食中毒と疑われる時の対応についてです。食中毒になると吐き気や嘔吐などの症状が見られます。その際の応急処置として、嘔吐や下痢の後は水分を少しずつ補給し、脱水症状を防ぎましょう。また体を毛布などでくるみ、体温の低下を防ぎましょう。吐き気や嘔吐がある場合は、吐いたものが喉に詰まるのを防ぐために横向きに寝かせましょう。医療機関を受診するときの注意として、受診前に医療機関に連絡して相談しましょう。医療機関に説明ができるように、症状が見られた 2,3 日間の献立を思い出し、できれば書き留めておきましょう。以上のことを踏まえながら食中毒予防に努めましょう。また体調を崩すと抵抗力が弱くなるので、体調管理にも気をつけましょう。以上、健康推進課からのお知らせでした。建設課住宅係の山下です。本日は令和5年度における合併処理場過疎設置事業補助金の残り枠についてのお知らせです。7月25日現在、5人層が5件、7人層が1件、計6件の申請があっております。令和5年度中に合併処理場過疎の設置を考えておられ、補助金を申請される方は予算内における先着順となりますので、早めの申請をお願いいたします。令和5年7月25日現在の段階で、残りの枠が5人層が14基、7人層が10基の予定となっております。また、単独処理場過疎からの転換をなさる場合は、撤去費用や撤去後の宅内配管費用も合わせて補助がありますので、申し添えます。加えて、単独処理場過疎とは、トイレのみを処理する場過疎のことで、台所やお風呂からの排水を処理しないものを言いますので、昨年度から合併処理場過疎として転換するために、撤去費用や撤去後の宅内配管費用も合わせて補助の対象となっております。今年度も補助の枠がありますので、希望される方はお早めの申請をお願いいたします。補助額は5人層が33万2000円、7人層が41万4000円、単独処理場過疎の撤去費用が9万円、単独処理場過疎の撤去後の宅内配管費用を30万円を上限に補助を行います。
その他の補助に関しましては、事前に高森町役場建設課の住宅係までご相談くださいますようよろしくお願いいたします。以上でお知らせを終わります。皆さんこんにちは、総務課よりお知らせいたします。まずこの度、令和5年7月の大雨により被災された皆様には、お見舞い申し上げます。さて、大雨により被災した家屋等に対する罹災証明書について、発行する手順についてお知らせいたします。申し込み手順といたしましては、ご覧の画面の以下の通りとなっております。まず必要書類といたしましては、罹災届、この罹災届については総務課窓口および各出張所において発行いたします。またホームページからのダウンロードも可能となっておりますのでよろしくお願いします。次に必要なものが罹災写真です。被災箇所が分かるもの、また全体が分かる写真を準備の上、総務課総務係の方に提出をいただきます。罹災証明書の発行についてはですね、提出から 1,2 週間程度かかりますので、その点もご留意いただきますようお願いいたします。以上、総務課からお知らせでした。皆様こんにちは。高森町役場総務課の上田です。本日は令和5年度高森町職員採用試験についてお知らせに参りました。令和5年度高森町職員採用試験は、令和5年9月17日日曜日、場所熊本県立阿蘇中央高等学校阿蘇校舎にて実施いたします。採用予定の人員及び職種について、職種は一般事務、高卒程度で、採用予定人数は2名程度を予定しております。また一般事務の身体・精神障害者対象の方々についても1名の採用を予定しております。受験資格は平成5年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた方、身体障害者対象の方につきましては、昭和58年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた方で、身体障害者手帳または精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、活字印刷文による出題、並びに口頭による面接試験に対応できるものとしております。受付期間は、令和5年7月24日月曜日から8月10日木曜日までとなっております。郵送の場合は、8月10日木曜までの消し印のあるものに限り受付をさせていただきます。申し込み先は、高森町役場総務課となっております。手続き等の詳細については、ホームページ、回覧、また高森広報にも記載しておりますので、ご覧いただきますようお願いします。以上、令和5年度高森町職員採用試験の実施についてお知らせしました。総務課総務係から、7月25日発送の確保配布1件、組回覧2件についてお知らせします。まず、政策推進課から広報高森号外の確保配布です。今回の広報は、昨年7月1日から今年6月30日までに届け出のあったお亡くなりになられた方々についてのお知らせです。なお、名簿作成にあたりましては、ご遺族のご同意を得ている方のみ掲載されています。続きまして、同じく総務課総務係から、令和5年度高森町職員採用試験の実施についての組回覧です。詳細は回覧をご覧ください。続きまして、総務課総務係から、令和5年7月の大雨による被災に伴う罹災証明の発行についての組回覧です。詳細は
回覧をご覧ください。農林政策課農地係から農業委員の募集についての組回覧です。本年7月25日から8月18日までが応募受付期間となっていますので、詳細を回覧で確認され応募してください。以上、総務課総務係から回覧等についてのご案内でした。次の回覧は8月8日発送を予定しています。こんにちは。高森町スポーツ協会会長の大塚です。今日はスポーツ協会のお知らせで参りました。6月の19日にですね、スポーツ協会の総会と7月2日9日に行われます郡市民体育祭の結団式の模様をお送りいたします。どうぞ。式次第をお開きください。大会の参加種目は14種目、総勢138人の出場となっています。それでは競技種目、お名前、大会の抱負をお一人ずつお願いいたします。皆さんこんばんは。こんばんは。野球の代表で出ます郡安川達也と申します。ですね、自分たち初めての試合で、準優勝と、優勝まで一歩手前でしたけど、前回、1回戦負けたんで、今年は、1回勝てるように頑張ります。応援よろしくお願いします。男子バスケットボールの荒牧です。まずはですね、怪我がないように と少しでもですね、勝って、バスケットボールの進行をできながら、今後は陸上競技の本川です。陸上競技は7月9日に秋田の方でありまして、6名と少ないですけれども、少ない人数で頑張っていきたいと思いますのでよろしくお願いします。グランドゴルフのプロ賞といいます。男子8名、女子8名ですね、参加します。唯一の高森町でありますので、ぜひですね、高齢化はしてますけども、優勝をみんなやるという気概で頑張ってます。よろしくお願いします。弓道代表の日置でございます。弓道は昨年も準優勝、その前も準優勝とですね、惜しいレベルに来てます。今年はですね、ぜひ一丸となって、優勝を狙っていきたいと思います。よろしくお願いします。こんばんは。バドミントンやってます桐原と言います。今回、男子が12名、女子9名と21名、競技に出られる方がですね、下は18歳から上は70代と幅広い、団体競技になります。で、先ほども言われたように、私どもも、ここ数年、2位をずっと続いてますので、今年も2以上を目指して頑張りますので、よろしくお願いします。こんばんは。柔道の監督をします飯塚です。久しぶりの参加でですね、今年はふるさと選手を集めましたので、いい成績が残せるように頑張りたいと思います。以上です。こんばんは。ソフトテニスの平山です。今年はふるさと選手も集めまして、下は18歳から、上は62歳の、監督さんも一生懸命頑張られますので、応援よろしくお願いします。男子ソフトボール監督兼選手の飯塚です。だいぶ年を取りましたので、
なんとか1回戦突破を目指して頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。皆様の健闘を期待いたします。また今大会の総合開会式にて朝文市スポーツ協会功労者表彰式がありますが、高森町関係者の受賞をご報告いたします。受賞者は弓道の小林茂雄さんです。小林さんは長年弓道の発展にご尽力いただき、現在も競技者として活躍されています。続きまして協会旗伝達、草村町長より大塚会長へ協会旗の伝達をお願いします。皆さん、こんばんは。ただいまですね、このような結団式という、久々、この段階を、開催していただきまして、町長様はじめ、各団体組の、代表者の方々、感謝申し上げます。ただいまですね、町長様より時期時期に、町議をですね、お預かりいたしまして、また、皆さんのですね、競技代表者の方々の、抱負と、伺うとですね、本当、身も引き締まる思いであります。早くですね、大会が来ないかと待ち遠しく、待てる気持ちもあります。しかしですね、こちらですね、高森町の、代表選手として、最初の行動を取りまして、また、競技の非常に厳しい、勝敗には厳しいところもありますが、スポーツを楽しんで、また、各、町村の方々とも交流も図りまして、一日、スポーツを楽しめればと思っております。改めましてこんばんは。今日は決断式ということで、日頃よりですね、スポーツを通じて、地域振興まで、つまり町民の皆様もですね、健康の増進だったり、大事なことは親睦、融和というところが、先ほど申し上げましたように地域振興にですね、寄与していると思いますので、心から協議をですね、代表の皆様、そして役員の皆様、日頃よりの活動をお礼申し上げたいと思います。会長からお話がありましたように、このような形でですね、対面というか各自治体そうですけど、久しぶりに多分この自治体もですね、行っているのではないかなと思います。当然町の代表として、出ていただく138名の皆さん、14競技ですね、当然勝ち負けにこだわられると思いますし、コメントを聞きますと優勝を目指されているのかなと思いますが、まずはですね、この14種目で、怪我がないこと、事故がないこと、そして、楽しんでいただいてですね、できれば阿蘇郡市のですね、同じ同種目で頑張られている皆さんとしっかりですね、親睦を図っていただければ、他のことにもつながってくるのではないかなというふうに思っております。もう私も60を越しておりますが、皆さんの顔を見ると、近い方とか押されている方とか、そういう方の顔でもございます、上上もですね、順に運動されて、怪我がないし、ないようにですね、スポーツは楽しんでこそのスポーツでございます。怪我をしたら何もとなりません。若い方はですね、少々無理が効いて、もう40、50を引いてきた方は、なかなか思うようにならないか、ついていかないことが、いくつもあるかと思います。そういうところを注意されてですね、またこの場所の代表ということで、一生懸命ならぬのが分かります。まずは自分の体を大事にされて、スポーツを楽しみにしていただければいいかと思います。今回もですね、138名ですが、この138名の中で、かなりの高齢者の方が参加されるというふうに、皆様の代表の方がですね、一人一人に注意を払って、無事に終わって帰ってこられることを念じております。本日の記事は3件となっております。まず、議案第1号、
令和4年度事業実績報告および令和4年度歳入歳出決算報告について事務局の方よりお願いいたします。はい、令和4年度浜森のスポーツ協会の、事業実績の方をこちらの方により読ませていただきます。すみません。幹事の村上です。去る6月6日、委員会室におきまして、大塚会長、奈良井野会長、秋山さん3名立ち会いのもと、幹事村上翔生、幹事田代康夫さんと高森町スポーツ協会会長より提出されました2022年度事業実績報告並びに、歳入歳出決算書につきましては、それとですね、一緒になりましたので、次のページの、スポーツ協会主催によりますチャリティーゴルフも一緒に監査をいたしましたところ、何の過誤なく適正に、事務所にされておりましたので、ここに報告申し上げます。今後ともですね、スポーツ振興を発展のためですね、頑張っていきますので、ぜひ皆様も、何なりとご意見いただきまして、また私この団体は、総合田スポーツ高スポともですね、連携しております。この、理事の方々も、同じ、理事職をついております。スポーツ団体として、今までバラバラだったのがですね、若干の、合同で活動できる意見がまとまる、そのような団体になってまいりますので、何卒皆さんのご要望とありましたら、何なりと申し付けられまして、高まりますですね、スポーツ発展、威力ながら支えていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。これをもちまして、令和5年度高森町スポーツ協会評議委員会を閉会いたします。はい、ですね、こちらに映っております、高森町スポーツ協会の特別助成金の授与式の方を、お送りしたさせていただきます。中学3年生のですね、飯塚大河君がですね、サッカーで大会の方出場されますので、スポーツ協会の特別助成金、こちらの方はですね、皆様のチャリティー基金、また、有志の方からの、ご給付をいただきまして、特別助成金なるものを作っております。そちらの方から、大会参加補助金とさせていただいて、贈呈の方をさせていただきます。はい、今日はですね、高森中学校3年でS アスリーダー熊本所属の飯塚大河さんにお越しいただきました。はい、6月の24日からですね、第38回九州クラブユース U15 サッカー選手権大会の方にですね、出場されるということで、今日は高森町スポーツ協会の大塚会長のもとですね、訪問されています。では大塚会長、よろしくお願いいたします。はい、このためですね、大会で九州大会出場ということで大変おめでとうございます。我々はですね、スポーツ協会からですね、心ばかりありますが、こちら特別助成金といたしまして、チャリティー基金と、募りました中からですね、このようにスポーツに頑張られる方、九州大会全国大会行かれる方にですね、少しでも応援ということで、こういうチャリティー基金の方を、助成したいと思います。九州大会頑張ってください。一言抱負でもお願いします。まず1回戦勝てるように頑張りたいです。はい、じゃあ、よかったらですね、結果の方もですね、撮影とありましたらポイントチャンネルの方で皆さんにご報告できたらと思います。皆さん、町民の皆さんも楽しみにしてますので、頑張ってください。教育委員会の稲部です。教育委員会では6月29日に阿蘇郡市文化財保護委員と代表者会を開催しました。令和5年度から2年間高森町
教育委員会が事務局を担当いたします。出席者は阿蘇郡市の文化財担当者と文化財保護員の代表者で構成され、現地研修会の実施や文化財保護に関する課題について意見交換する場となっております。また今回会長には高森町文化財保護委員長である東康介さんが選出されました。今回は文化財保存活用地域計画について阿蘇郡市の方たちと意見交換いたしました。文化財保存活用地域計画について簡単に説明いたします。全国的に見まして、人口減少、少子高齢化により地域によって守り継がれてきた文化財はですね、現在消滅あるいは散逸の危機に瀕しております。このような背景を踏まえ、文化庁では文化財保護法を改正し、市町村において文化財の保存活用に関する総合的な法定計画を策定することができるようになり、市町村の総合計画にも体系づけられることとなりました。この文化財保存活用計画を作成実施することで、住民の皆様、民間団体、文化財部局、町内の関係部局など地域総がかりで文化財を守りながら地域の特徴を生かしたまちづくりですとか地域振興に資することが期待されております。以上、教育委員会からのお知らせでした。教育委員会の稲部です。教育委員会では6月30日高森総合センターにおいて高森町文化財保護委員5名の方に委嘱状をお渡ししました。ただいまより、令和5年度高森町文化財保護委員、委嘱状交付式および、文化財保護委員会を開催いたします。委嘱状東に進む高森町文化財保護委員を委嘱する。任期は令和5年7月1日から令和7年6月30日まで。令和5年7月1日高森町教育委員会、よろしくお願いします。委嘱状阿南光喜様高森町文化財保護委員を委嘱する。令和5年7月1日高森町教育委員会、よろしくお願いします。委嘱状本田俊一様高森町文化財保護委員を委嘱する。令和5年7月1日高森町教育委員会、よろしくお願いします。シルビジコリアリ様高森町文化財保護委員を委嘱する。令和5年7月1日高森町教育委員会、よろしくお願いします。委嘱状工藤康弘様高森町文化財保護委員を委嘱する。令和5年7月1日高森町教育委員会、よろしくお願いします。町のですね、文化財保護条例に基づきまして、委員の皆様任期が2年ということになっておりますので、また引き続きですね、高森町の文化財保護行政にですね、いろんな助言ですとかご指導を賜りたく、よろしくお願いいたします。本年度ですね、また衣装保護ですね、お願いしましたところ、心よくお受けいただきましてありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。高森町は本年度公務館連合会のですね、事務局ということで阿蘇郡市の事務局を創設されております。で、2年間ということなんですが、その公務館連合会のですね、その中身にこの文化財保護委員のこの中身も入っておりまして、従いまして、文化財保護委員の阿蘇郡全体のですね、お世話も高森町が実施するということになっております。まず概要ですけれども、
町民のですね、まあ、地域に対する、まあ、理解であるとか、まあ、郷土愛を、まあ、深めていただきまして、まあ、将来の町づくりとか、地域づくり、それから、まあ、障害学習であるとか、まあ、学校教育にも、まあ、活用できるようにですね、約50年ぶりに、まあ、町史編纂事業の方を実施しております。概要としましては、歴史編、院の執筆委員の方が6名、文化産業編、主に民族ですね、それから、観光を含めた先生方には6名。委嘱状は2年間になります。文化財保護委員長には東康介さん、副委員長には阿南光輝さんを選任いたしました。文化財保護委員会では、高森町の指定文化財の指定・解除に関すること、文化財の修理・滅失の措置に関すること、指定文化財の現状変更に関すること、補助金に関すること、文化財の保存・活用に関することなど、高森町の宝である文化財保護に関して調査・審議する機関です。今回は令和5年度の文化財保護委員会を開催し、令和5年度の町史編纂事業、高森のにわか調査事業に関する計画を説明し、指導助言をいただきました。今後ともご指導よろしくお願いいたします。以上、教育委員会からのお知らせでした。こんにちは。一般社団法人高スポ、理事長の大塚です。今日はですね、一般社団法人高スポのお知らせとしまして、活動報告のをさせていただきます。5月の23日ですね、総会の方を開かせていただきました。その模様をどうぞご覧ください。こんばんは。ただいまから令和5年度高森町総合型地域スポーツクラブ一般社団法人高スポ社員総会を開催いたします。ご審議よろしくお願いします。さて、我々高スポは楽しく健康にコミュニケーション環境を提供する場として活動する中で、会員の皆様のご活躍もあり、県内ではですね、積極的かつ実績のある団体として、また、会員数においてはですね、令和4年度、会員数32クラブにおいて、520名以上と、本町の人口の約1割近いですね、会員が、おられる、極めて活動的な総合型地域スポーツクラブとして、認知されております。令和4年度事業報告書、平成24年に設立した高森町総合型スポーツクラブ高スポは、令和3年の10月1日に一般社団法人高スポとなり、令和4年4月1日をもって移行を完了しました。令和4年度は平成31年3月に制定された高森町スポーツ推進計画に沿った活動に取り組み、小学校運動部活動社会体育移行に伴う受け入れ先として、教室運営、地域住民がスポーツ文化活動健康づくりを行う目的として活動を行いました。すいません、サッカースクールの方で指導させていただいてます、下田と申します。先ほど、最初、大塚理事長の挨拶にもありましたが、施設の利用にあたりまして、草村町長のご理解もあり、施設利用料の方を、免除していただいていることに関しまして、他の教室様もそうだと思いますが、すごく活動の幅が広がっており、子どもたち、保護者、私たち指導者、一同、大変助かっております。この場をお借りしまして、感謝を申し上げたいと思いまして発言させていただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。ただいまですね、お話ありました、各サッカー教室からもお話ありますが、長女様、議長、議員の皆様のご理解のもとですね、高須港での使用する施設の方は、無償での提供とさせていただいております。これに関しまして、例年もそうですが、引き続きですね、私の方にも、お願いするとともにですね、と感謝申し上げる次第であります。こちらもですね、町の方のご提供で無償での、施設利用をさせていただいてますので、まあ、感謝の意をですね、自分たちで清掃ということで、集まっていただきました。このようにたくさんの、子どもたち、保護者の方々、集まっていただきましてありがとうございます。皆様でこういう作業をしてですね、また今後ともこういう女性の方をいただければと思っております。手洗いよ、食器洗いよ、いただきます。ありがとう、頑張ったね。お疲れでした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 。子供たちはまた今から活動だろう、頑張って。お疲れでした。今日は皆さんの協力があった件ですね、短時間に終わることができました。70名近く来ましたよね。相当草刈り機がいっぱいね出た分、やっぱ違う人が多いし、はい、で天気にも今日恵まれちゃったもんね。ちょうどいいですね、暑くもなくですね、本当子供たちはですね、保護者の方も運動会明けに来てくれてですね、朝早くに、まあでも本当に時間より短縮でできましたんで、皆様のご協力ありがとうございました。でもなんかまた今後こうやってですね、みんな集まれるというのは本当にいいことなんで、まあ、続けていきたいなと思っております。こういう作業をしようかという話もですね、我々のですね、高須港という団体は町のおかげでですね、施設関係も無料提供いただいているで、まあですね、子どもたちも、お年寄りの方々もですね、まあ、楽しく健康にという観点でですね、町のご協力をいただいているというのはですね、まあ、少しでも恩返しができればと思ってますので、こういう作業は一つの、作業方針かなと思ってますので、本当、今後とも、高森町、トマトの方も、ご協力の方よろしくお願いします。いつもありがとうございます。またですね、5月の28日、日頃お世話になっております、高森町の施設、大変お世話になって借りております、そちらの方の、町民グランドの周りのですね、除草作業の方、会員さん、理事会の方をですね、早朝より行わせていただきました。本当にきれいに、皆さん協力していただきまして、本当にきれいにですね、短時間で終わらせていただきました。こういう活動もですね、今後、続けていきたいと思っております。町の方にはですね、この高須港に、施設の無料提供と、大変お世話になっております。今後ともよろしくお願いいたします。引き続きですね、高須港は皆様の、会員の増員とですね、皆さんのご協力の方をお待ちしております。今後とも一般社団法人高須港よろしくお願いいたします。教育委員会の稲部です。教育委員会では町史編纂事業に伴い集落調査を実施しております。集落調査の担当は熊本大学大学院の春田先生です。集落調査の調査方法は、事前に嘱託駐在員さんにお願いしまして、自治組織、地域の地名、景観、文化財、特に
神社ですとかお寺、お地蔵さんなどの石造物などの所在について聞き取りを行います。その予備調査を踏まえ、8月18日から8月20日にかけまして、大学生、大学院生が現地に入りまして、本格的な調査を行います。今年度は、河原1地区、河原2地区、下切地区、八田地区、中地区で調査を行う予定です。地区の嘱託駐在員様をはじめ、地元の皆様にはご協力をお願いいたします。以上、教育委員会からのお願いでした。